耳がいいんかな。私耳がさ、耳がいいっていうのの意味がちょっとあれなんですけど、自分の耳に入ってきた音に対してめちゃくちゃ正直なんですよ私。だからだいたいさ、今なんて言ったかなってちょっとあんまり聞き取られへんかった時とかでも、なんとなく前後感、前後の言葉とかで補足して、あ、こうやって言ったんかなみたいな、このシチュエーションやし前後にこの言葉があるからこうやって言ったんかなみたいなさ、補完をしたりするやんか。だいたい私それがなくって、その時聞こえたまま聞き返すのよ。あ、もう風が強い時なんてもう全然グデ玉セットにしか聞こえへんかったしね私。もう本当に風がすごかったの。もうとんでもなく風が吹いてた日があって、とんでもねえ風が吹いてる時に、なんかマシタがなんか言ってて、え、グデ玉セットって言ったら、ここまっすぐって言われて全然違う、なんでやろって違う、ここまっすぐって言ったって言われて、ゆうちゃん絶対グデ玉セットって言ってたよね、全然違う。いやでもまあは合ってるから、まあだけ合ってる。惜しかったな。なんかそう、本当にいろんなところでなんかね、歌う時とか、その一緒に何かものを作るみたいな時って協調性があるのに、プライベートでは協調性がない瞬間が私にね私が協調性がない瞬間がちょくちょくあって、で私あんまり調べないんですよ、いろいろその道とか、なんかなんとなくで行くんですけど、ここってここ信号渡った方がいいかなって私が聞いた時に、マチタが調べようとしてくれて、ちょっと待ってねっつって調べてくれてる時に信号が青になって、あ、青やでっつってまだ調べてるのに青になったから、私が「あ、青やで」っつって言いながら渡ったら、マチタが後ろからめちゃくちゃ大慌てでついてきてた。なんで行くのって言ってた。でも合ってた、渡ってよかったらしい、あれは。うん、やっぱ行けてた。まあ、たどり着けたからよしとして。いや、なんかそう、なんか大事なタイミングで話聞いてなかったりするから、私普段はねちゃんと聞くんですよ。なんですけど、それこそマチサとホカンスに行った時に、え、ちょっとさーって、なんか朝食のさルームサービスとかちょっと見てみようよみたいな話になって、なんか飲み物とかさ、チェック入れるタイプの、なんかこうチェックつけといたらそれチェック入ってるメニューを持ってきてくれるみたいな、楽しげなルームサービスのシステムがあるやんか。であれをさ見ててさ、私なんか洋食とか和食とかも分かれてて、でなんかちょっとホテルのさ洋食、朝の洋食ちょっとテンション上がるやん。で朝はパンの曲を歌ってたわけ私は。でその私が話を聞かなくなって、朝はパンって言ってる時に、マチタはすでにもう飲み物何がいいって聞いてたの私に。飲み物何がいいって言ってたのに、私が朝はパンって無限に歌ってたから、マチタがもう何の感情もない顔と声で、ごめん盛り上がってるところ悪いんだけどさ
ごめんね、楽しんでるところ悪いんだけど飲み物何がいいって言われて、ごめんごめんごめん、なんてっていう話をしてました。喋りかけ、いや喋りかけられてるのか一人で喋ってるのかはちょっとよく分かってなかったから、とりあえず歌っとこうかなと思って歌ってさ、でもあのマチさんはマチさんで、あの意気込んでお風呂を溜めてくれたものの、溜めたお風呂が全部水だったというところで、はい、マチさんが先にお風呂入った時に、あの浴室の方からもうリバービーな、大変だから、あのこういう感じですよね、こういう感じで、あの向こうの方からあのマシタが、うわ、お湯が水だ、最悪って、そう聞こえてきてそれがすごく面白かった、私は。最悪って言ってたのが好きやったな。うん。最悪ってあんまり独り言の感想としてそんなに私言ったことないから、あ、そういう感想もあるんやって思いました。うん、冷たいとかじゃなかった、最悪って言ってたもう二度と忘れられへんと思う。でこの話を数ヶ月ぶりに引っ張り出してきたら多分怒られるで、あっち、その話もういいって言われるからやめとこう。というわけで、そんなノリニスの、ショート動画が昨日上がりましたので、ぜひ皆さん、あのご覧ください。私のチャンネルと、マシタのチャンネル1個ずつ上がっておりますので、あのぜひチェックしてみてください。ディープフォレストのミュージックビデオも上がってますし、歌舞伎ジョルリも上がっておりますし、あのたくさんいろんなものが公開されておりますので、あのよければチェックしてくださいまとまったよね、終わりますそんなノリニスですよ。